本日のスタジオゲスト、切り株でオタクお届けいたしました。さて、時刻は1時33分を回りました。入間市上藤沢のイオンスタイル入間1階、FM チャッピーサテライトスタジオから公開生放送でお送りしております。日曜サテライブ。ここからは素敵なゲストの方にお話伺ってまいりましょう。埼玉生まれ、埼玉育ちの3ピースガールズバンド、切り株の方、切り株からお二方お招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いきなり噛んじゃってごめんなさい。早速ですが、自己紹介お願いします。はい。私たち、スリーピースガールズバンド、切り株でございます。私が、ボーカルギターの古谷音羽です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。私が、田中翼です。ベース担当します。お願いします。どうぞよろしくお願いいたします。そして、スリーピースバンドということなので、もう、お一方。はい。はい、ドラムの、ドラムの清水美優という、はい。今日はね、残念ながらお越しいただけなかったんですが、はい、可愛らしいボーカルギターの音羽さん、そしてベースの翼さん、そしてドラムスの美優さんという可愛らしい3人のガールズバンド、切り株の皆さんをお招きしております。早速、お話を伺ってまいりたいと思いますが、はい、先ほどお送りしたオタクという曲は、はい、これは一昨年リリースされた曲。そうですね。はい、デビューは一昨年だったんですか？CD を初めて発売したのが、うん、おととし2020年になるので、おととしじゃないよね。もっと前か。もっと前。やばい。これ、やばい。気づいたら、ね。あっという間の、いや、3年間、4年間っていう感じですかね。はい、そうですね。これまでどんな活動されてきたんですか？これまで、高校生の頃から本格的にライブハウスでライブをするようになったんですけど、うん、ずっとライブだけやってるっていう感じだったんですけど、ね、2020年になって初めて自分たちの CD を出しさせてもらって、うん、はい、で、それを、タワーレコードさんだったりとかに置いていただいて、うん、っていうので、さっき聞いていただいたオタクっていうのは、デジタルの、サブスクでの配信の配信シングルだったんですけど、はいはい、で、また、去年も、新しいセカンドシングルをリリースさせていただいたり、ライブの活動と、あと音源を出して活動してるっていう感じですね。はい。ありがとうございます。そもそもこのお三方、どういった関係で？はい。私たち3人とも中学の同級生で。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。で、中学の同級生で、はい、3人ともソフトボール部で。え？じゃあ全く関係ない。あ、そうですね。だから、クラスも全く違うし、部活も運動部だったんですけど、うん、それぞれ音楽が好きで、はい、で、好きになったバンドが一緒で、うん、そのバンドのライブに3人で行って、それの帰りに、私たちもバンド組もうよってなってバンド組みましたね。うん、そうね。なるほど。ちょっと聞きたいんですけど、はい、このね、オタクにしても、はい、あと私ミュージックビデオ拝見したんですけど、ありがとうございます。今日いらっしゃれなかったドラムスのミュウさん、にもなんかオタクというか推しの方がいらしてで、ミュージックビデオを撮影するときになかなかミュウさん笑顔が出せないので、なんかその推しの内側をこっち側で、そうなんですよ。こう振って、それを見ながらなんかミュウさんの笑顔を引き出すっていうお話を、はい、YouTube のチャンネルでお話しされてたのを聞いたんですけど、はい、皆さん、推しについては聞いていいものですか？あ、もちろん、もちろんです。全然。どなたの？一応、3人とも、ジャニーズが好きでですね。はいはいはい。今、まあ、不在の、その、ミユの方がですね、はい、ジャニーズベストっていう、グループがいるんですけど、ジャニーズウエストの小滝のぞむさんが好きでございまして、では私が、はい、スノーマンの、はい、目黒蓮さんが、はい、好きでございまして、なるほど。で、田中さん。あ、私は、ジャニーズウエストで同じなんですけど、ジャニーズウエストの中間淳太さんが、はい、推しで、そのまあ推しに向けたラブソングがさっきのオタク。そうですね。なるほど。曲中でも叫んでるんですよ。あ、そうなんですか。サビ前に、うん、叫ぶところがあるんですけど、そのライブでも実際に、俺のって言って、メグラーってみんなで、推しの名前を叫ぶっていう。それはじゃあ、お客さん方にも、俺のって言ったら、お客さんそれぞれの推し。そうです、そうです。
あ、面白い。そっか。歌は、ご自身でお作りになられたんですか？そうです。お父さんが。はい、私が書いてます、全部。はい。そうなんだ。だからね、なんかこの年代の女性の心にすごくフィットする。うんうんうん、ね、共感していただけたら嬉しいですね。推しは押せるときに押しとけって感じ、ね、そうなんですよ。本当に、その言葉がね、本当に。すごいシンクロしてる。ね、ね、YouTube チャンネルでもおっしゃってましたけど、やっぱり中学時代からずっと一緒だから、三人、みんなこう、考えてることとかがこう、シンクロすることって結構あるんですか？そうですね。なんかもう、本当に怖いぐらい、うん、今みたいにこう、同時に喋るっていうのもそうなんですけど、うん、私がこう、なんとかだよね、みたいな感じで言ったら、うん、マジでそれを言おうとしてたみたいな、今それを言おうとしてたみたいなことが結構あって、やっぱ長く一緒にいるもんだなって。すごいなって。そうですね。なるほど、はい。そもそもこの切り株っていう名前を付けたのにはどういった理由があるんですか？音楽をやるにあたって、私たちがその好きだったり憧れだったバンドが結構、なんていうんですかね、耳に残る音楽をやっていて、うん、こう、まあ、かっこいいんですけど、もちろん、こう、ポップでキャッチーな音楽をやってるバンドが多くて、で、私たちもそういう人の耳に残るポップでキャッチーな音楽をやりたいってなった時に、その切り株って木を切ったその場所に残ってるじゃないですか。そういう風に耳に残る音楽をやりたいねっていう目標のもと、切り株っていう名前にしましたね。なるほど。じゃあ、こう、聞く人の心に、こう、足跡を残すというか、根付かせるっていう。そうですね。なんか、こう、なんか、一回しか聞いてないのに、口ずさめちゃうみたいな、うん、頭に残るみたいな、中毒性のあるというか、そういう音楽をやりたいねっていうので、切り株って名前つけましたね。だからね、さっきのオタクもものすごくこう、ポップで、キャッチーなメロディーのノリのいいね。もう、初めて聴いてても、うん、こう、ずっとすごくノリのよく、こう、自然と体がね、こう、動く。うん、そして、なんかこう、心にポンと残るっていう、うん、なんかスタンプをされた感じの、ね、そんな曲、たくさん作られてるんだと思いますけれども。ありがとうございます。曲を作る上で、こう、ちょっと、気をつけているというか、こういったことを考えながら作っているとかっていうのあります？そうですね。基本的に私は自分が経験したことだったりとか、自分がこう思うっていうことを曲にすることが多くて、はい、なので結構その恋愛の曲だったりとか、まあオタクもそうなんですけど、自分が好きっていう気持ちがあるから書けるっていうのが多くて、で、歌詞で言うと、その自分の経験したことを元にしながら、言葉遊びというか、はい、こう、聞いてて、その、例えば、韻を踏んだりだとか、うん、その、聞きやすさ、耳に、やっぱそこで、やっぱ耳に残りやすさというか、そういうのを注意して、歌詞は書いてますね。はい。それでは。そんなことに注意しながら書いてくださった、はい、昨年12月7日にリリースされました最新シングル、はい、曲をお届けしたいと思うんですが、はい、これはどういった曲ですか？これは私ボーカルギターの古谷音羽がですね、高校生の時に初めて人を好きになって、はい、その片思いの、はい、青い甘酸っぱい思い出を歌にした曲になっております。はい。じゃあぜひ、その青春時代のね、この甘酸っぱい思いを、ね、こうたっぷりと聞く方にも届くといいですね。はい。はい。では曲紹介お願いします。はい。それではお聴きください。切り株で、泥沼。ごめんなさいね。本当にごめんなさい。すっごい今、ポンと行けばすっごいかっこよかったと思いますね。ごめんなさい。こういうミスをするのよ。こういうミスをするの。いいですね。生放送。こんな大人になっちゃダメよ。そんな。こんな大人になっちゃダメ。もう一回。でもね、ちょっとね、今、と思ったんだけど、青春のね、甘酸っぱい思い出を書いた割には、このタイトルどういうことですか？泥沼って。そうなんですよ。すごく言われるんですけど、これは、なんでかっていうと、その、沼にはまるって、なんか好きなものにはまるときって、沼にはまるっていう言い方をすると思うんですけど、はいはい、その好きな人の沼にはまったっていう、思いのその沼っていうところから着想を得て、泥沼っていうので書きましたね。なるほど。では、曲紹介を。はい、それではお聞きください。切り株で泥沼。本日のスタジオゲスト、切り株で、泥沼お届けいたしました。さて引き続きお話伺ってまいりたいと思います。あれ
音入ってるかな？マイク入ってますね。はい、大丈夫ですね、はい。はい。あのね、この3人、先ほど私、YouTube チャンネル拝見した後、ありがとうございましたけど、はい、それぞれね、3人、こう、キャラが、こう、ね、際立っていて、すごくいい、こう、バランスだなと思ったんですけども、ね、やっぱりボーカルの、オトワさんは、割とこう、しっかりした感じ。うん、あ、嬉しい。それで今日いらっしゃってないドラムスの、ミユさんは、割と天然なのかなっていう印象を受けました。ポワポワしてます。ポワポワしてる、はい。で、そこをいい塩梅でバランスをとっていくのが、ベースの翼さん。そうですね。ね、そんな感じなんでしょうかね。はい、ね、ミユさんは、翼さんに笑ってもらえるのがものすごく嬉しいっていう。引き笑いが。そうなんですよ。ねえ。そうなんですよ、ね。ねえ、だからこう、本当に中学からずっと、喧嘩とかしないんですか？喧嘩。ほら、また真剣してる。怖い、怖い、怖いよ。いや、でも、なんか大きな喧嘩とかは、なくて、うん、やっぱなんだろうな。だからこそ今も一緒に入れてるみたいなとこあると思うんですけど、絶対こう、一歩誰かが引けるっていう、その、一人が怒ってるっていうか、だいたい私が怒ってることが多いですけど、なんか、こうでしょみたいな感じで、こう私が怒ってたりしても、誰か一人が絶対にうまくバランスを取ってくれるから、こう、絶対な、大事にならないで、っていうのはあって、本当にでも喧嘩しないよね。しないね。なんかもう本当に最初の、その、幼い喧嘩中学生の時とか。中学生の時の、は、なんか、一回だけあったんですけど、どんなのがあったんですか？でも、それ、遊びに行って、なんか、喧嘩みたいな感じになったんですけど、遊びに行った時に、その、ドラムの、私、ミッタンって呼んでるんですけど、ミユーさんね、ミッタンが、本当に、ああいうちょっとポワーってしてる感じの子だから、あんまり周りを見ていなくて、今まだ良くなった方なんですけど、今以上に見てなかったです、周りを。で、こう、結構人とかにバンバンぶつかって歩くタイプの人だったんです。それで、私はそういうのがすごく気になっちゃうので、ちょっともう周り見よみたいな感じでやってたら、ちょっと険悪なムードになっちゃって、せっかく楽しいところに遊びに行ったのに、一言も喋らないみたいな。それは、それが一度だけ。一回だけありましたね。それが唯一の喧嘩。唯一。それ以降は本当に、ずっと仲良しで。でも普通そこまで険悪になったら、なんか離れ離れになっちゃったりしそうなもんですけど、そうですね。それでも3人今までずっと続いてるっていうことは、やっぱりこう、深い絆、そうで、なんだろう、ソウルメイト、まあでも、あるんでしょうね。ソウルメイト、なんかでも確かに、その、中学生の時、なんか二人は覚えてないって言ってたんで、ちょっとどうなのって思ったんですけど、中学校のその、ソフトボール部の、最後の大会の時に、負けてしまって、その、もう、引退ってなった時に、なんかすごいみんな泣いてたんですよ。で、みんな泣いてて、じゃあお疲れ様みたいになった時に、そこで大体まあ解散みたいになるのに、私たち三人だけ集まって、抱き合って泣いたの覚えてないですか？だって、別に他の仲間たちもいる中で、そう、なんか3人でこう集まって、でも、なんとかだったねとかこう、言葉を交わすわけでもなく、泣いて、私はその時に、あ、この人たちはずっと一緒にいる人たちなんだろうなって私は思ったんですよ。そう。そんな大切な思い出、全く覚えてないですよ、翼さん。ありえないですよね。ありえないね。泣きすぎて記憶がないのかもしれない。そうかもしれないね。でも自然と集まってたみたいなことでしょ。自然と。だから自然となんか3人でずっと一緒にいたんですよね、部活やってる時から。なるほど。はい。いや、じゃあその頃からのずっとこう喧嘩も、大した喧嘩もせず、そうですね、ずっとお互いにこう、でも、こう、意識して、こう、バランスを取ろう。誰かが我慢してるとか、そうじゃなくて、自然と、なんか、そんな大した喧嘩にもならずに、ずっとこれまで続いてこられたっていうのは、やっぱりね、本当に仲が、本当の意味で仲がいいんでしょうね。本当に、それは、なんか絶対、こう、だから、二人が喧嘩してても、一人がどっちかのフォローに回ってたりとか、こう、うまい感じにやってくれたりとかっていうのを、なんだろう、意識してやってないところはあって、気づいたらうまく回ってるなっていうのがあるので、なんか気も使い合ってるわけでもないし、だから、本当に会う人たちなんだなっていう。そうですね。思いますね。だから、一緒にいて楽。うん、楽です。何も考えてないもんね、みんな。でもね、なんかこう、思いとか目標とするものがみんな共有されていて、それが自然体でできるから、本当にね、素晴らしいですよね。はい。では、早速ですね、この、先ほどお送りしました曲のカップリングになるんですか？そうですね。はい。お届けしたいと思うんですが、その前に、今後のご予定とかについてね、お知らせいただきたいと思いますが。はい。どうしましたらお知らせをさせていただきます。
来週の、1月の24日火曜日に、新宿のジルコ東京さんにて、イベントに出演させていただきます。はい、で、その次が2月15日の水曜日に、お茶の水かかどさんにて、初めてのアコースティックライブをさせていただきます。はい、で、こちらの詳細などがすべて私たちの公式 SNS に載っておりまして、Twitter、Instagram、はい、どちらも、切り株アンダーバーバンド、切り株アンダーバーバンドで検索していただけ、レバー出ますので、そちらで詳細チェックしていただけたらなというのと、はいはい、1月の13日から、新しくですね、うんはい、FM ラジオ川越さんにて、ブルーミングフライデーという、毎週金曜日の生放送、5時半から7時の1時間半の生放送の番組で、はい、私たちがメインパーソナリティを務めさせていただくことになりまして、はい、はい、13日から始まっていてね、うん、今週も、先週も2回目でしたね、うんはい。はい。ラジオやらせていただいているので、そちらもぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。それでは最後になりましたが、はい、ラジオ聴きの皆さんにメッセージをお願いします。はい。私たち埼玉生まれ埼玉育ちということでですね、はい、埼玉が大好きな、スリーピースガールズバンドになっております。はい、皆さんお聞きですか？ちょっとかぶってみよう。あ、どうも。すいません。なんですけど、うん、ぜひ、ライブに足を運んでいただけたら一番嬉しいんですけど、はい、YouTube とか、ね、あと、YouTube にミュージックビデオが載っていたり、うん、サブスクリプションで私たちの音楽聴いていただけたりするので、はい、ぜひね、私たちの音楽聴いていただけて、うん、いただいて、一緒にね、埼玉を盛り上げていけたらいいです。そう、一緒に。はい、ぜひ、一緒に楽しんでいきたいなと思いますので、はい、チェックいただけたら嬉しいです。お願いします。翼さんもぜひ、お時間ありますので。はい。呼びかけとこ、呼びかけとこ。皆さん、切り株と申します。どうも。清き一票。ポップでキャッチーな音楽をやっておりますので、ぜひね、皆さんで楽しみたいです。なんかラジオも聞いていただきたいんですけど、うん、ライブでね、一緒になんかおしの名前叫んだりとか、うん、なんかそうですよね。そうなんですよ。さっきのね、はい、オタクでね。はい。はい。そうなんです。私もぜひおしの、名前をガーッと叫んで。推しいらっしゃるんですか？推しいますよ。誰ですか？切り株です。わーもう最高最高もまたぜひお願いします。また出たいです。はい、いらしてください。ありがとうございます。本日のスタジオゲスト、埼玉生まれ、埼玉育ちのスリーピースガールズバンド、切り株の皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。